こんにちは。それではこれから前かがみのね、時間が長い方におすすめのヨガを紹介したいと思います。仕事とかね、あるいは趣味で前かがみになる時間がすごく長いという方におすすめです。肩ですね。だいたい前かがみって肩が前に来てるんで、肩を後ろ持ってきます。肩を意識して背中で寄せます。そう、胸開いてください。ここから見るとこんな感じですね。ぐーっと背筋伸ばしてください。はい、で手をついてください。腰を上げるともっといいですね。首の力抜いてください。で下ろします。もう一度やってみます。顎、首の力抜いて背中で肩寄せます。こんな風に前か肩が前に来ていることが多いんで、背中で寄せる、これだけで胸が開くんでおすすめです。頭の重み自体で肩が凝ったりとかね、腰に影響したりとかしますんで、できるだけ肩を背中で寄せる、これを習慣にしてください。以上で終わります。よかったらこちらからチャンネル登録をよろしくお願いします。